アムロ町から出なかったよ。古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園、海藤さんも向かってくれてる。よし、分かった、すぐに行く。時間食っちゃったよ。もうキャバレーの近くまで来てる。そっちは？店の前に着いた。杉浦も一緒だ。分かった、俺ももう少しだ。こっちだ、タボ。見て、さっきのワゴンが止まってるでしょ。ああ、ここも恐霊界のアジトってことか。ああ、多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。もう行く準備はできてるか？ああ、いつでも行ける。あ、ねえ、作戦とかは？そんなのいらねえ。はあ？でも中何人いるか分かんないんだよ。何人いてもやることは変わんねえってさ。ああ、今は作戦とかそういう気分じゃないんだよ。なんで？分かんねえか。さっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。マジか。よし、行けや、タボ。一番乗りはお前に譲ってやる。ああ、待てこら。貸し切りは言うとるやんけ。ああ、お前、ヤガミ、たまりゃバケ。お前ら、真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん、誰があいつをさらえって。村瀬か、それとも塩屋。なんやと。チンピラは引っ込んでろってこった。そうそう、ヤガシ。ええやろ、上等や。楽には殺さんねえから。遅れとるで。そんなんで笑い取れる思ったら大間違いや。もっと真剣に踊らんかい。はい、アンドゥトロハ、アンドゥトロハ。
何やってんだあいつら。どうも緊張感ない連中だね。お兄貴、ヤガミよ。行け、カボン。いや、でもこっちや。いいから行けっつってんだろ。悪い、任せた。そいつを話せ、卑怯だぞ。誰が話すかっつうの。話せよ、やめろ。銃刀法って知ってるか。よし、難しいな。
う少しだ。よし。もう少しだ。もう少しだ。よし。ターボ！怪盗さん、杉浦も無事だったか？当然。だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。何？落とし込んだぞ。あんただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。真冬をさらおうとしたな。おう、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ？ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事？頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思うてな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。
おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃ、もういくら詰まれようが無理ってもんだ。万が一ターボーが受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんと、なんや話が弾まんわな。あよっしゃ、お前らやってるや。後ろにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか。じゃああのじいさんは。あの人にこんなとこで会えるなんてね。あ？おう、お前らが八神探偵事務所か。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。